かゆくてもまるどうもれーまるです。ということで本日9月23日はですね、日向坂46のファーストアルバム日向坂の発売日です。パチ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 。ということでただいまのお時間がですね、こちら8月23日の0時なんですけども、レイマルはねフラゲしてたので、もう0時の段階でお家に届いておりました。今お仕事帰ってきてお風呂入ってきてっていう感じなので、本日の動画は字幕テロップとか出さずにゆるーくゆるーく開封していくっていう動画ですので、お時間ある方はね、ぜひね流しながら他の作業したりだとかゆるーく、聞いてくださると、嬉しいなと思います。レイマルはですね、この通り楽天で予約しました。 HMV で予約すると缶ケースがついてきてたんですけど、レイマルは缶ケースはいらないなって思って缶ケースはつけなかったです。いやマジですごいね、なんかファーストアルバムのクオリティが高すぎますよね。なんかちゃんとレイマルは A タイプ、 B タイプ、通常版、3タイプともすべて購入いたしました。はい、ということで3タイプとも A、B、C となっております。いや本当にね、今回やっぱりねブルーレイにデビューカウントダウンライブっていうのがあるのがもうめちゃくちゃ嬉しいですね。まあちゃんとした円盤ではないけども、アルバム特典としてついてきたことが嬉しいなと思います。こんな感じで背表紙がなんかついてました。うん、かわいい背表紙がついてて、まあ円盤じゃないので、ここの裏とかは何もなかったですね。ちょっと欅坂のね円盤はここの裏にみんなの集合のやつがあるんで、で中がこんな感じで、CD とブルーレイが入っていて、アルバムの、ね、スペシャル抽選応募券がついてて、なるほど、こちらの応募期間が9月23日水曜日の10時からなので、まだ0時なのでまだ詳細は見れないということで、はい、編集中のレイマルです。でただいまね9月23日の10時過ぎたので、日向坂のアルバムの特設サイトが公開されました。でこちらシリアルコード入力スペシャル応募抽選企画のページも開いたので、応募方法とかを飛ばしまして、商品、を見ていきたいなと思います。2枚応募、新春ミニラ新曲配信ミニライブということで、新春新曲配信ミニライブということで2枚応募すると全員、もらえます。来年の1月の、何日かに、ミニライブ配信のミニライブがあるそうなので、こちら見たい方はね2枚応募で応募してみてください。レイマルはこれ2枚応募します。で次これがすごいよ、日向坂46のレプリカ衣装、メンバーが着用しているものと同じ製法で作られたレプリカ衣装プレゼント、各衣装1名様ということで、キュンドレミコンスキソンことあざとかわいいキツネドレミソラシド音符衣装、計7名ですね。サイズは女性 M サイズ、靴下ローファーなしということで、いやでもこれね男性でも欲しいんじゃないかな。日向坂が着ている衣装と同じ作り方で作られた衣装がね、こう自宅に届くっていうのすごいやばいことなんじゃないかなって思ってます。これ2枚応募ですね。で次1枚応募、日向坂アナザーフォトブックということで、タイプ A タイプ B にねフォトブック、封入されてました。でそのフォトブックには載ってない、アナザー写真が、500名様にプレゼントされるということです。で続いても1枚応募で、オリジナル、直筆サイン入りアナログ版サイズのソロ写真ということで、写真ですね、写真にサインが入ったものがプレゼントされるということで、各メンバー50名様合計1100名様にプレゼントされるということです。続いても1枚応募、2021年直筆年賀状ということで、メンバーから年賀状が2021年もらえるということで、次も1枚応募で、メンバー直筆の自画似顔絵プレゼントということで、欲しい、めちゃめちゃ欲しい。こちら各メンバー5名様合計110名様ですね。続いても1枚応募、直筆サイン入り告知ポスタープレゼントということで、告知ポスターに全員のメンバーの直筆サインが入ったのがもらえるということ、これ欲しいね。いやーこれ欲しい。でも30名様ですね。なので CD いっぱい買える方、お金のある方はぜひ皆さん、どれも応募してみてはどうでしょうか。レイマル悩むね。とりあえずこのミニライブの方応募したいなと思います。以上編集中のレイマルでした。バイバイ。で歌詞カードが1セットとブックレットですね。日向坂46っていうのとこんな感じで、パラあんまり中見せたらダメなんですけど、こういうのってパラーって中身こんな感じで、あーめちゃくちゃいいよ、めちゃくちゃよくないこれ。こちらもあって、ちょっと後でじっくり見たいなと思う。いや、めちゃええわ。続いて B タイプ行きましょうか。一応、レイマルは CD プレイヤーを持ってるんですよ。こんな感じでね、CD プレイヤーを持ってるんですよ。なので、一回は絶対に CD プレイヤーで聞いてます。今ね、デジタル音源が、主流となってるんですけど、CD のちょっと荒削りのね、感じも好きなので、いつも一回は CD 流しております。この袋をね、綺麗に取っておきます。昔のプレイステーションの4枚ディスクみたいな形で、綺麗に入っております。で、こちらもスペシャル応募券と、歌詞カードが入ってます。
こちらも、なんか先拍子みたいなのがしっかりと入ってて、こっちも、ブックレットとなっております。いやー、いいね。通常版は、スペシャル応募券とかはついてなくて、こちらの歌詞カードだけになってますね。はい、ってな感じで、CD、の中の、開封してみました。で、もうね、レイマル眠たいので、見てくれたらわかると思うんですけど、ちょっともう眠たいので、明日朝起きて、円盤、デビューカウントダウンドライブの円盤の方を見ていきたいなと思います。そしてね、こちらの、各ね、デジタルストリーミングサイトにより、日向坂のアルバムの曲のダウンロードが始まりました。なので、レイマル今からですね、2020年にね、リテイクされた曲と新曲をね、ちょっとずつ聴いていきたいなと思います。誰とべ聞きます。やっぱ誰とべは1期生とねるちゃんと12人の歌声しかなかったから、それに2期と3期が入ったから、多分歌わりも変わってるし、声も変わってる。今までねるちゃんボイスもあったし、なのメンバーで歌声を作ってみたみたいな、大きいアレンジとか3曲とも、リテイク曲3曲とも何もなくて、まあ過去のひらがなきらきだった時も聞けるし、今のメンバーの歌声も聞けるっていうのは、俺的にはめちゃくちゃ嬉しいかなって思います。はい、ということでリテイク曲3曲とも聴いてきました。ということで、あとはね新曲聴いて寝て、ライブ映像見たいなと思います。はい、ライブ映像の感想とかまたね別の動画で、この後編出すのでゆるーく見てくださったらなと思います。はい、ということで今日はね日向坂46の、ファーストアルバムの CD が届いて開封して、ちょっとリテイク曲聴いてみたっていう動画でした。後編もまた見てね。バイバイ。